今回は eBay キャラ図鑑順にパワープロアプリを振り返ろうと思います。やべ、初期から長らく走塁キャラは無能とされていました。矢部は覚醒し、総力上限がついたおかげで2、3度環境に顔を出しました。アバタ、第2回バトスタの報酬キャラでした。僕はこの時期にパワープロを始めました。体力イーターぶりに笑ってしまいますが、折り辺のアレンジ性で遊ばれていました。進む、球界の頭脳は外れとされていましたが、守備を含む強力なコツによって割と使われていました。初期組では6道と並び、頭一つ抜けたタック性能で6道とのダブルタックは圧巻でした。葵、パープルおなじみフラスコですね。初期キャラ特有の体力イーターぶりですが、鬼の変化タックは凄まじかったです。武田、コツ第一の時代に武田は微妙とされていました。またメンタルキャラは走塁以上に不要とされていましたね。覚醒によりタック性能が跳ね上がったのと、新勝負師実装で一瞬だけ使用頻度が上がりました。6度、圧倒的タック性能でした。僕は6度でリセマラを終えました。初期キャラ特有の強くもなく圧迫するイベントは厄介でした。山口、やたらネタにされる山口ですが、中でも僕が好きなのはレベル20で止めろです。いわゆるコツ手と呼ばれたテーブルで、弱いコツをもらうぐらいなら経験点が欲しいという考えからです。大西、初期はスタミナを上げる意味がなく、サクセスで完投が期待できる54、64でいいとされていました。鈴本、レベル20、上限解放せずに試合経験点ボーナスが付与される試合経験テーブルは固有なしでは最強のテーブルでした。コントロールは弱いですが、豊富なコツが強いとされていました。樽本、彼も試合経験点テーブルですね。鈴本とは逆で強力なコツを確実にくれるのが強みでした。投手育成は伸び安定、これがキーワードでした。青葉、最もかっこいい折り辺長身魔球回が取得できますが、折り辺はその確率の低さからよく思われていませんでした。しかしコツが強い球速キャラ、これだけで使われるには十分でした。佐久間、コツはいいですが体力イーターぶりでヘイトを買いました。やる気テーブルのおかげでブレイン時代使われましたが、その頃には金徳確定が正義とされ姿を消していきました。有村、初代人気投票最下位キャラです。以降の無能キャラは皆有村と比較されることになります。有料骨をもってしても無能とされる骨手の恐ろしさたるや。滝本、骨の神様でリセマラ終了の候補に挙げられていました。パワー60が理想とされており、一人で筋力供給を担っていました。初期は筋力査定など気にしておらず、みなかっこいいという理由でアーチストやアンダ製造機を取得していました。蛇島、最低最悪のイベントで嫌われました。鮫島、イベントが強化されたことで3日ほど輝きました。中之島、当時電光石火は最悪の金徳とされていましたが、野手の試合経験点固めに採用されました。渋谷、中之島とのコンボ要因でしょうか。こう見ると初期組で一番の空気かもしれません。ちいちゃん、高い初期評価、無難なタック、有料骨で使われました。覚醒で後年再評価されます。鎌狩り、
長らく地味な立場でしたが、やる気テーブルのおかげでブレインのテンプリに入った初期組の出世頭です。銭形、唯一の投手守備としての役割はありそうでありませんでした。白い、試合経験点固めの数合わせとして採用されました。ブロンコ、長らく無能の烙印を押されていましたが、イベントでばらまかれ、誰でも45にできるやる気キャラとしてブレインで一定の需要がありました。鋼、伸び安定、その一点で使う人もいました。新街道実装により彼の名前が上がることも。浜崎、マイナスイベントを打ち消せるのが良かったのか、なぜかコントロール枠を鈴本と争いイーブンでした。正午月、コツなし組はそれはそれでありがたがられました。つくも、初期実装の暁キャラです。肩キャラは母数が少なく、実装されるたび肩精神の時代が来るのではと煩わしかったです。田中山、千丸源泉など誰もしていない時代に彼に一縷の望みを託す猛者がいました。三森宇佐京、走塁キャラはチャレスタ要員でした。今では狙ってコンボを組むことはありませんが、当時はコンボのため同時起用することは珍しくありませんでした。嵐丸、投手の無能といえば嵐丸の牙城でした。久方、試合経験点、コツなし、イベント経験点の強さからリセマラの妥協点でした。僕の記憶では初期投手最強キャラです。星、折り変キャラにしては確率が高く、変化キャラ自体が少なかったのとコントロールコツのおかげで息が長かったキャラです。性格は嫌われていました。ウド、パワヒ大安定、安金徳が見直されるようになり再評価されました。パワコー練習後のストレッチは至高でした。小田切、パワコー野手の両親でした。サクセスで監督が小田切を下げた際のユーザーの阿鼻叫喚たるや。小筆、唯一のマネージャーキャラでリセマラ終了候補でしたが、その性格とイベントの多さ、マイナスイベントからとんでもなく嫌われました。続きます。